創業者の言葉から学ぶ。阪急阪神ホールディングスの創業者小林一三さんの言葉。金がないからできないという人は金があってもできない。日清食品の創業者、インスタントラーメンの発明者、安藤桃福さんの言葉。私は人のやらないことをやろうと考えています。やれそうもないことを成し遂げるのが仕事というものと違いますやろか。失敗を成功のもととしてはならない。精密小型モーター製造開発の分野で世界一のシェアを誇るニデックの創業者、永森重信さんの言葉。すぐやる、必ずやる、できるまでやる。自らできると信じた時に、その仕事の半分は完了している。私は1番以外はビリだと思って生きてきました。2番でもいいなんていう考え方はダメです。それから異端者を評価しない会社も問題です。ちょっと変わった人間が世の中にないものを生み出している。ホンダの創業者、本田宗一郎さんの言葉。嫌いなことなんてやっても伸びない。どうせ一度の人生なら好きなことをとことんやるべきだ。そうすりゃそれがやがて社会の役に立つ。チャレンジして失敗を恐れるよりも何もしないことを恐れろ。伸びるときは必ず抵抗がある。経営者の言葉から学ぶ。ユニクロを展開する株式会社ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長、柳井正さんの言葉。頭がいいと言われる人間に限って計画や勉強ばかり熱心で、結局何も実行しない。人生で一番悔いが残るのは挑戦しなかったこと。10回新しいことを始めれば9回は失敗する。失敗に学ぶこととリカバリーのスピード、これが何より大切である。シャネルブランド創設者、ココシャネルの言葉。かけがえのない人間になりたいのなら、人と同じことをしてちゃダメよ。最も勇敢な行為は自分で考え続けること、そして声に出すこと。